はい、今日は両手を使って一つずつの音を同時に鳴らす時の音の強さのバランスについて練習したいと思います。まず今日はトンプソンという曲集のパーティーごっこという曲の一番最後の4小節を使って練習したいと思います。まずどんな曲か弾いてみます。こんな曲ですが、こう同時に打つときにこちらの音を弱く、メロディーになる右手の方を少し強く、そのバランスをとってと、こうではなくて、こうではなくて、右手にメロディーがあるときはメロディーの方を強く打って、メロディーでない方の指はそっと打つ。これぐらいと、これぐらい。はい。それは、まず、ピアノの蓋を閉めて、はい。左手でそっとトントン。音が鳴らない程度でいいので鳴らしてみましょう。そして右手ではいい音がよく響くように、左手は音をほとんど鳴らさないように打って、右手はよく響くように、それを同時にやってみます。同じ強さだとこうなりますから、そうではなくて、この練習ができたら、カスタネットを2つ用意して、左手でもうほとんど音が聞こえないぐらいでいいので、そっと叩いてみましょう。それから右手はよく響くように打ってみましょう。それを同時にする練習です。はい、はい、一緒にの強さで鳴らすとこうなります。はい、そしたら今度は左手を強く打ってみましょう。こっちを弱く、こっちを強くです。せーの。少し音が違うのが分かりましたか？今度はまた、こちらを、左手を弱く、右手を強く打ってみます。3、はい。この練習をよくやってください。それでバランスが取れてきたなと思ったら、またピアノの蓋を開けて、今度は右手に2の指でラーの音、左手の2の指でドーの音を鳴らして、まず同時に同じぐらいの強さで、この音がよく聞こえますね。はい、それではちょっとさっきカスタネットでやったようにいいバランスでやってみます。反対になるとこうなります。それではメロディーが聞こえませんので、右手をよく響かせて全部弾いてみます。最初は硬い音楽になってしまいますが、それが慣れてくるとはい、時間をかけてたくさん練習したら必ずできるようになるので頑張ってみましょう。